速報三笘薫出場のブライトン、シティ相手にドローでヨーロッパリーグ決定。文句なしヨーロッパリーグ確定、6位確定おめでとう。演しそうれしそう、勝てた試合だが惜しかったな。裏マンオブザマッチ、ヘッケー論は認めない。三笘評価下げたな。いやー勝ち点取れると思ってなかったわ、みんなよくやったわ。ベップ大好きでゼルビ。ミト一人だけ悪目立ち、ヨーロッパリーグ確定よかった。なんか左からしか攻撃してなかったな、して右に誰もいないんか。ガチメンテストマッチおもろかった。して相手によく勝ち点取れたわ、ブライトン素晴らしかった。レベルの高い面白い試合だったな、お疲れ様でした。ミトマは最近フィニッシュがなんかあれってのはもう定評になってそうだから評価は正直変わってないやろう。デブライネより目立ってたな、ミトマ。6位確定か、来年主力をどれだけ残せるか。ウォーカーぶち抜いて欲しかった。クラブ史上初のヨーロッパリーグに導いたミトママジでエグい。ミトマどうしたの？全然仕掛けないじゃん、守備でハードワークしてるわけでもないのにまさかスタミナないからって省エネサッカーしてるの？決定決められなくなったの痛すぎる、疲労であってくれ、年齢的に足踏みしてる余裕ないぞ。前半だけで1ゴール1アシスト未遂やぞ。